持って戦ってくれたと思います。前半は苦しい戦いでしたけど、試合通して苦しい戦いでしたけど、彼は必ず自分たちができるということを、信じ続けて、チーム一丸となって最後まで戦って、くれたのが良かったと思います。何よりもこうやって現地のサポーターの皆さんが応援してくれたことで、日本は朝早いですけど、日本からエールを送ってくださった皆さんの気持ちが伝わって勝てたと思います。後半に入って交代カードを切ってから一気にゲームが変わったようにも感じました。そのあたりはどのような采配だったんですか？できるだけ失点を抑えながら、我々が得点を狙っていこうということ、前半から出た選手たちが非常につないでくれて、後半に、この勝利につながったというふうに思っています。みんなで、つなげた勝利です。森保監督の言う新たな景色まであと一つというところまで来ました。そのあたりについてはいかがですか？そうですね、順位的な新たな景色はもちろんベスト8ですけど、世界という舞台で戦っていけることは選手たちもう違った新しい景色を見せてくれていると思います。最後ベスト8以上の新しい記録はしっかりと掴み取りたいと思います。日本の皆さんも本当に喜んでいると思います。ファンに向けて、次戦に向けて意気込みお願いします。我々のサポーターの皆さん、国民の皆さん、本当に応援ありがとうございます。